こんにちは、あかりです。今日のトピックは、車と公共交通機関です。公共交通機関とは、電車、バス、地下鉄などのことです。 仕事に行くためにまたは出かけるために自分で車を運転する人もいれば公共交通機関を利用している人もいます。車は自分の好きな時に移動できて荷物もたくさん積めますが渋滞の問題があります。 一方で、公共交通機関は自分で運転するストレスはありませんが、不便なことも多いです。車と公共交通機関のそれぞれのメリットとデメリットは何でしょうかまずは、車のメリットです。車は 自分の好きな時に出発できて、どこにでも行けます。また、荷物をたくさん積むこともできるため、引っ越しや旅行にも便利です。しかし、車はガソリン代などお金がかかることがデメリットです。車の運転免許を取るために、 お金と時間もかかります。日本で車の免許を取るために35万円くらいアメリカドルだと2500ドルくらいかかります。また都市の近くを運転するときは交通渋滞に巻き込まれることもあり計画通りに 行動できないこともあります次に公共交通機関のメリットです公共交通機関は自分で運転するストレスを感じる必要がありませんまた交通渋滞に巻き込まれることもありません 運転免許を持っていなくても誰でも利用できます。しかし、混んでいる場合や、電車、バスがキャンセルになったときは、本当にストレスがたまります。最近、環境や気候の問題に関連して、 電気自動車を使う傾向が高くなっています。しかしこれらの取り組みが本当にいいことなのかどうなのか私はあまり賛成できません。電気自動車は二酸化炭素を出さないから環境にいいというのは私の意見では とても浅い考えだと思います。例えば、電気自動車を作るプロセスで出る二酸化炭素の量は、エンジンの車の2倍以上です。そして、これはあまり知られていませんが、バッテリーを作るために、たくさんの子どもが違法で働いています。 電気自動車は経済の問題もあります。例えば、お金をたくさん持っている人は電気自動車を簡単に買えますが、お金があまりない人は買うことができません。このように格差の問題が大きくなります。また、 これはどの車にも言えることですが少し調子が悪いという理由だけで新しい車を買うことはファーストファッションと似ていて環境に良くないと思います一方で公共交通機関は誰でも使うことができて 環境にににももいいいいでですす。が、田舎に住んでいる場合には、ととても不便だと思います例えばスウェーデンの田舎にはバスがある場所もありますが1時間に12本だけです。そして都市へ行く場合には乗り継ぎをしなければなりません。 その上よくキャンセルになります。正直言って田舎に住むなら公共交通機関だけだと本当に効率が悪いので車が必要です。今日のエピソードはここまでです。皆さんいつも聞いてくれて ありがとうございます。またねー Remember to visit Mochifica.com and Patreon page to get the additional materials and become a part of the Mochifica community.